ここからは防災士の柳原志保さんと楽しく防災を学ぶ志保ママの目から鱗の防災術ですすよろしししくおお願願いいまます。お願いします 今回のテーマは何でしょうか、はい、突然の大雨、<え>あなたはどう行動するということで今日は事前に情報をキャッチして避難に備えたり避難するときの注意点について紹介をします、はい、先月、観測史上最も早い梅雨明けとなりましたけれども今月に入って猛烈な雨が熊本を襲っています午前8時頃の荒押しです。 大雨の影響で道路が冠水しています。今月県内で相次いで発表されたのが記録的短時間大雨情報です。これは土砂災害や洪水の発生につながる猛烈な雨が降ったことを意味しています。5日には荒尾市付近で1時間に120ミリ以上、9日には。 足北町付近と熊村付近で、いずれも110ミリの猛烈な雨が降ったとみられています。はい、実は和み町もすごい大雨で、<ー>あの近くの菊地川や江田川が、あの増水してないか。まずすぐにこう調べたんですね。うんはい、大切なのは危険をいち早く知り、避難につなげる情報収集になります。はい。そこで役立つのが気象庁の。 キキクルです今日は実際にやってみたいと思います、はい、まずこの携帯を使ってやっていきますね、はい、まずはキキクルで検索をしていきますそうするとこの画面になっていきますねそしてそしまずは土砂災害、はい、そこを押しますとこちらを押すと土砂災害の画面,、はい、画面が出てきます、うん 続いて真ん中を押すと、はい、浸,水浸水害が出てきます。はい、で最後にこの降水害ですね。これが出てきますので、はいね、はい、それぞれの災害の起きる危険の予測を地図上に表しています。うん、はい、はい。このキキクルなんですけれども、今回記録的な雨を観測しました。荒尾付近のこの危険度、キキクルはどうなっていたのか改めて見てみましょう。 こちらがですね、5日の5時40分ごろの浸水害の危機来るなんですが、注意の黄色、そして警戒の赤が広がりまして、危険の紫も出てきました。そして荒尾市の北西ではですね、災害切迫の黒も出てきています。 今までこの黒の表示っていうのはなかったですよね。そうなんです。今まではこう自治体が出す警戒レベルの色とこうバラバラだったんですけれども、先月30日以降、警戒レベル5。相当の黒が統一されました。統一されたことですごく分かりやすくなりましたよね。そうなんです。避難する上で大事になるのがまずレベル3。相当の赤。 そしてレベル4相当の紫です紫は災害がいつ発生してもおかしくない危険な状態を表してますので紫の間に必ず避難を完了してくださいはい。 えそしてこれらの災害情報は普段から見られるようにしておかないといいざとうう時に困りますすよねそうなんです、うん、私もこういったの携帯画面の,、はい、あのトップ画面にもキキクルが出てくるようにこう設定をしていて、はい、押したらすすぐにに見れるといいう環境にしてまただあの、うん、高齢の方など、うん、自分で調べるのが厳しいという方は、うん、家族やご近所さんから電話で情報をもらうお願いをしておくというのも大切かなと思います。うん、はい まず大雨の備えとして命綱となる情報を取るということが大切になってきます。はい。ここからは避難する時の行動についてお伝えしていきます。しほ、はい、ママが返信していますけれども、<laughs> はい。まずは歩いて避難する時の注意です。はい。まずはヘルメットなどで頭を保護していきます。うん、はい。そして両手が開く。 リュックですね。はい、リュックです。で、このリュックもですね。防水タイプのものだったりとか、はい、あとはポリ袋の中に物を入れるで、あのこうね。チャック付きの袋に入れるなどして防水対策も必ずしてください。はい、それから、足元をこう確認していくための傘や杖これで確認をしていきます。はい、さらに怪我を防ぐための長袖長ズボンになっています。で、最後は。 履き慣れたスニーカーを履いてますが、これ長靴だと中から水が入ってしまうのでスニーカーなんですけど、これで、ね、防水タイプのスニーカーなんですよ。へー 普段もよくワンちゃんの散歩とかで, <laughs> です,か <laughs> すごく使えますので、はいはい、今進化してますねスニーカーはーい、はい、普段から使って慣れておくことも大事ですよね歩いて避難するときの注意をお伝えしましたが続いては車で避難するときの注意しなければならないこと冠水がありますすよねそうなんです、うん、道路や高架の下を通るアンダーパスや、はい、低い土地などは短時間の大雨でも冠水する恐れがあります。 そして冠水に注意が必要な場所というのも、ね、あるんですけども、はい、実は道路標識がありまして、ええ、こういった道路標識あるんですよ、うんね、あの熊本市東区の地下道にあるものなんですけれども冠水注意ですとかこちら浸水20センチで通行止めこういった内容なんですね。 そうなんですあの。もしもの時に備えてですね。うん、こういったあの普段通る道や避難所への道として、あ,<っ>あの迂回路なんかも知っておく必要はありますよね。そうなんです。ただね。もしそれでも車が浸水してしまって、っもうドアが開かないという時には、うん、この脱出用のハンマー、うん、これで窓を割っていただいて脱出することを勧めています。 これね、命を守る手段として、社内の手の届くところに置いておくと安心です。はい、大事な備えですよね。はい、あの、明後日にかけて県内大雨が予想されています。その前に今一度備えを確認していただきますようお願いします。ここまで志保ママとお伝えしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。